やるべきだけども誰もやらない部分、ここが面倒くさいことで、ここをやれば一人勝ちできるってことですね。そこがポイントですね。楽しそうな華やかな部分にみんな目が行ってしまう。そこだけじゃなく地味なところもやっぱ我慢してやれってことなんです。我慢というか勝ちですよね。勝ちだし、そこをやると50倍になるのにって思いながら僕は見てます。壁っていうのはもうほぼ成長のため の高さが高い階段ぐらいの感じですね。自分が乗り越えないレベルの壁って絶対来ないので、基本的な壁っていうのはその相対的な部分で、本来自分自身が乗り越えるべき部分だから、このタイミングで今来てるって。何かうまくいかなくなった時に原因を考えるんじゃなくて、そもそも何したいんだ、それに対して最短の方法って他にないんだろうかってさっき考えるっていうのが、この最終目的の3種目あ人って勝手に足かせを決めちゃってる部分があって、でそれを自分でパッと意識変えれば、この人は本来できるんですね。皆さんこんにちは、ピボットの佐々木です。今回のブックダイジェストでは、時間最短化、成果最大化の法則ということで、北野殺人コーポレーションの木下社長にお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。第1回目では思考アルゴリズムがいかに大事か、それをうまく使えば150倍ぐらい差をつくという話を伺いましたけども、はい、それを生かした上でどううまく仕事を進めていくか、はい、効率よく進めていくかという話を今日は伺っていきたいというふうに思います。はい、で仕事を分類するときに、よく出てくる図として、緊急度と重要度という話があって、緊急で重要なものをやるべきだ、それはもう皆さん分かるところだと思うんですけれども、ここで緊急と重要度、どっちが、どっちか一つしかない場合にどっちを優先するかっていうところでは、どっちなんでしょうかね。重要だけど緊急じゃないもの、緊急だけど重要なもの、これはどっちを重視するのかっていうのはどう考えたらいいですか。重要で緊急じゃないものっていうところですね。はい、それ何でなんですか。基本的にはその、緊急なものっていうのはもう今すぐ対応しないといけない部分ってなってくると、正直重要じゃなくても対応しなくてはいけない。でこれが増えてくると、もう重要じゃないのにことばっかり忙しくなってしまうっていうところで、この緊急で起きてくることを消すために重要なものを先潰していくんですね。で潰していくと、結局これは緊急度を伴わない状態になってくるので、すぐにやらなければいけないとかっていうんではなくて、計画的に物事を進めていけるようになるっていうところで、とにかくその緊急に なる前に全部潰していくっていうところのために、重要なものを先やっていくっていうところですね。そうです。重要なものを先としとけば、緊急なものってやっぱあんまり出てこない。出てこなくなるということですね。そういうことですね。はい、その一方で今やっぱり IT ツールとかいろいろあって、スラックが来たりとか LINE が来たり、ぴょんぴょんぴょん来ると、そんなに重要じゃなくても、それに応えることばっかりなんかのめり込んじゃいますよね。そうですね。はい、あれってどうしたらいいんでしょうね。どうしようもないですか。私自身は実は、タスク管理をするために、特に外部だったりとか誰かとのやり取りっていうのは一旦メールに全部集約するようにしていますので、スラックとかそのメッセンジャーとか全部来ても全部メールアドレスで、これ以降これにしてくださいっていう形にして、で集約していくって形ですね。であと電話は基本絶対出ないです。堀江さんなんかもね、よくそう言ってた。そうですね。はい、メールに集約するのが一番実は効率がいいと。そうですね。また人にもよると思うんですけども、やはりその案件が、メッセンジャーだったりとかああいうものって、はいいいえで答えれるものと、ものすごい企画書がバッと入ってくると混在してくるじゃないですか。はい、でそれがこれについてはすごい検討しないといけないし、でもこれはもうはいいいえでいいしっていうのが混在してくるので、これ一旦メールとかにするとはいいいえの案件って絶対来ないんですよ。パッと聞いてパッと答えてもらうようなものって絶対来ないので、いうところでいくと、メールにしてくると結構重要なものとか、もしくはまとまった状態で来るようになるんですね。そうすると木下さんに取材申し込むときは絶対メールにしてくださいってことですよね。いや結構みんなでもそうですね、メッセージで来るので、全部返信でメールでっていうふうにお返ししますね。はい、その意味では、社内コミュニケーション、社外コミュニケーションを含めて、やっぱメールからこれからチャットの時代だみたいに言う方多いですけど、メールの価値って意外と色褪せないんですかね、今後も。そうですね。ある程度、整理した状態で物事を案件やっていくとか、もしくはある程度その、決裁権のある立場の人っていうのは、いちいちでチャットでイエスノーで答えられることを聞かれていくのはちょっとやっぱりよろしくはないと思っていますので、もしかしたらビジネスのレイヤーとか階層によるかもしれませんけども、メールっていうのは私自身はすごく便利だなと思ってますね。うまく使い分ければいいですね。そうですね。はい、分かりました。それでやっぱ重要で緊急な案件、重要度を重視すべきだってお話ありましたけど、そこにこの本で面白いなと思ったのは、2段階目のマトリックスがあるんだというお話をされていて、
これはまあ重要度緊急度が高いかどうかと、あとかかる時間が短いか長いか、はい、これちょっとご説明していただいていいですか。応用編ですよね、これ。そうですね、あの、はい、重要度と緊急度だと、まあ重要度が大事なんですけども、重要で緊急なものが大量にあるときどうしていくかっていうところですね。はい、はい、で、いう部分とかでいくと、これはもうやっぱかかる時間っていうものを結構重視していまして、あの重要で緊急なものが20個あったときにどうしていくかっていうところなんですね。でいくと、この20個を全部やるのに、合計でいくと仮に20時間かかるとしますと。でところがこれ内容を見るとあるものは5分だしあるものは5時間だしっていうこうかか、あるとしたときにどこから手をつけていくかっていうところでいくと、20個の案件を管理しているっていうまずリソースを使っている状態なんですね。でいくと、かかる時間が短いこう5分のものとか10分のものっていうのを先に済ましていくと、このあの案件を管理しているっていうリソースを減らしていけるんですよ。だから時間が例えば5時間かかるものから手につけちゃうと、この20時間かかるもので3時間経ってもまだ1個も案件が終わってない状態なんですが、はい、5分10分のやつを5個ぐらいだってやっていくと、もう20個あるうちのもう7個はなくなっていて13個しか残っていないみたいな形になってくると、まず精神的にも楽ですし、タスク管理の手間がものすごい減るんですね。っていうところでいくと、まあ、短ければ短いほどというわけではないですけども、5分10分のものとかいうものはもうすぐに全部消していった方がいいっていうところですね。ああ、確かに。しかも偉い方であればそこで5分で処理すると次の方が動きやすいですね。そうですね、はい。それはかなり効率変わりそうですね。そうですね、はい。こなせる案件量が圧倒的に増えるということですよね、はい、言われてみればこれも当たり前なんですけど、ね、意外とできてないですよね。私もできてないなって今発生したんですけど、まあ、基本的に私もさっきの話もあったんですけども、業務量が多すぎて、うん、もうやらざるを得ない状態からもうやっていったって感じですね。もうとにかく記憶がもう持たないですよ。そのタスク管理だったりとかもやらなければいけないことがもう大量にありすぎて、例えば何かが発生した時に、あ、これをやらなければいけないからこれをメモに取ろうと思ってる時にもうメモ取ってる間に次の案件発生したりとかするぐらいのレベル感で仕事をしていると、結構こういうのをやらざるを得なくなってきて、でやっていくと、あ、実はこれって前よりも時間短くなったなとか、はい、もしくはじっくり考えたりとかなんかいろいろしてたって結構無駄だったんだなっていうのが分かってきたって感じですね。今私ふと思ったんですけど、なんで自分これできてないかっていうと、この縦のマトリックスを好きか嫌いかで決めちゃうことですねね、やると楽しそうかってことで、うん、楽しそうなことからやっちゃうみたいな、これダメですね、はい、まあ、あの人間でどうしてもそういうのもあるとは思うんですけども、はい、ただ楽しいから早く済むっていうのもありますよね。ああ、確かにそれありますね、うん、嫌なものでもそうですよね、まあ、経営者って選べないじゃないですか。選べないと思います、はい、そうすると好き嫌いあんまり入れずに、とにかくそうです、まあ、短い案件とやるべきかやらないべきかっていうの中に、あの、嫌いだからやらないっていうのは僕全然入れてもいいと思っていて、いいんですか、必要ないんであれば。ああ、はい。だから、あの、例えば事業戦略をしていこうとしたときに、あの、この事業戦略、この事業戦略ってやればちゃんとできるんだけども、うん、多分俺には無理だよねってあるじゃないですか、はい、でこれをでもやるべきだっていうのは実は非合理的であって、事業っていうのはその人間がやっていくものだとしたときに、やりやすいものをやっていくっていうのは、まあ、一つの、まあ、あの合理的な戦略ではあると思うので、というふうに、あの、慰めておきます。ありがとうございます。もうちょっと気が休まりました。ということで、今のね、やりたいことやりたくないことっていうのも絡むんですけど、はい、まあ、仕事の7分類ということで、これも私、あの、やるべきこと、やりたいこと、やれること、この輪っかってよく出てくるんですけど、はい、これをこうやって7分類したのが結構新しいなと思いまして、はい、これどういうふうに仕事を7分類していけばいいんですか。そうですね、あの、まず仕事っていうのをパッと見た時に、うん、まずやるべきことっていうのがあって、はい、そしてその中にこうやりたいことがあったりとか、やれることがあったりとか、こう重なっていくんですね、はい、位置がまあ、ね、最高の仕事っていうのはすごくよくわかりますもん ね、 やるべきでやりたくてやれることっていうのがまあ最高の仕事っていうので、うんうん、やるべきで、やるべき仕事でやりたい仕事っていうのは、まあ、結構楽しい仕事、楽しい仕事で、一方でやりたい仕事だけどもやるべきでもなし、やれることないというのも単なる自己満足これ結構ありますよね。結構ありますありますよね、はい、で、やりたいことでやれることっていうのは、まあ、だけどやるべきことではないっていうのはただの趣味ですね、はい、で、やれることだけどもやりたくもないし、やるべきことでもないっていうのも無駄な仕事、うん、で、やるべきでやれることっていうのはある程度楽な仕事、うん、で、やるべきだけども誰もやらない部分、ここが面倒くさいことで、ここをやれば独り勝ちできるってことですね。そこがポイントですね。これ面白いですね。面倒くさいこと、なんかこれみんなできないってことですね。
取り返しできるのか、できない、はい、やらないってことですね。あ、だからさっきのちょっと部分もあるんですけど、人ってやりたいことやるんですよね、うん、やりたいこととかやれることをやろうとしていくので、はい、あのこれ一人でやってる時って、うん、多分やるんですよね、うんうんうん、でやるし、やらなかったとしても俺やってないなってみんな認識はするので問題がないんですけども、複数人でやるときに絶対ここが開くんですよ。ほう、例えばよくあるのが、あの若い人たちが友達同士で、起業しますと、うん、でみんなの得意分野を持ち寄ってとか言うんですけども、あの得意分野合わせたところで絶対やるべきことって埋まらないんですよね。あ、はい、そんなうまくね、人と人の強みなんて大体あのコーポレート業務とか大体残りますよね。経理とか、はい、総務的な部分とかっていうのが残った時に、全員がいやでも俺たちはやりたいことをやるために起業したんだよねって言ってると、もうこのチームで成り立たないんですよね、うん、でそこで、まあ、それでその会社って大体まあポシャってしまうか、もしくはその中の一人が、あ、じゃあ分かった、俺は、やりたいことももちろんやるけども、やりたいとかやれるとか関係なくやるべきことやるよっていうリーダーが出てきた時に、そのチームが機能し始めるってところですね。はあ、だから実際よく言うのが、このじゃあ3人で起業しました、で得意分野に持ち寄ってやってますっていうふうに言うんですけども、話を聞いていると、この人は、その3人のうちの、やるべきことをやってる人なのか、やりたいこととかやれることだけやってる人なのかって5分喋れば分かるんですよ。ほー、なんで分かるんですか。やっぱりその言ってる内容が、あのやるべきことの部分にあの、の焦点に行ってなくて、やりたいことやれることだけの話だけしてるって感じですね。あ、逆にそれをまあやっていくと、やりたいことやれることって結構ほっといても誰かやってくれるので、あ、はいはい、いいんですよそれは、あの、そこに頭使わなくても、うん、とか やりたいこととかやることが自分よりもできる人を、うん、あの入れていけば、まあ、例えば自分よりスキルが高い人を入れていけばよくて、はい、で やるべきことでやりたくなくて、あのやれる部分でそんなスキル高くなくてもできる部分だったりすると、あ、ここさえやれば成功できるというのが思考アルゴリズムの使い方なんですね。面白いですね。これなんか経営の場合はそのコーポレートとかが落ちるってよくわかるんですけど、はい、普通の一般の仕事で社員として働いている方で、はい、よくこのやるべきことで落ちてることって何ですか。個人のビジネスパーソンで見た場合です、ね、例えば何かを、まあ、我々でクリエイティブを作りますと、はい、ですっごく面白いクリエイティブを作るんですけども、それを実際に何時何分から何時何分で入札をこうやってやっていくっていうところが結構いい加減な人が結構多いんですよ。あ、はい、うん、であとその出した後のチェックをきっちりするとかっていうのが結構漏れてたりとか、うん、っていうところで、こう楽しそうな華やかな部分にみんな目がいってしまう。あ、そこだけじゃなく地味なところもやっぱ我慢してやれってことなんですか。我慢というか価値ですよね。価値、価値だし、そのそこをやると50倍になるのにって思いながら僕は見てます。あ、そういうことか。それでやってみて50倍の価値が見えたら楽しくなりますよ、ね、楽しくなるんですよ、結果として、うん、そ、結果的に楽しくなるんで、僕はだから人がやりたがらないとこを見つけると楽しくなるんですよ、やりたくなるんですよ。あ、まあ、ある種さやとりっていうかアービトラージみたいなもんですよね。そうです、人が投資してないものに投資して大きいリターンを得るって、はい、よくわかります、ね、だから事業をやっているといろんな困難が起きてくるわけですね。その外部要因もあれば内部要因もあったりとかするんですけど、っていうことはこれ競合もみんな同じようになるんだなと思うんですよ僕は。はあ、確かに。でこれ乗り越えると、あ、一人勝ちするんだ、ラッキーみたいな感じですね。確かに。私もメディアとかコンテンツやってると、私コンテンツ作るのって楽しいんで、はい、そっちばっかやって原価管理とか、はい、コスト管理とかみんなほとんど苦手なんですよ、ね、うん、でも逆にそこもしっかりできたら、うん、それが50倍になるかもしれない、はい、っていうことですよね。でそこをしっかりやっていくと、うん、同じようなあのビュー数だったとしても収益率が全然変わってきますよね、はい、ってなってくると、やっぱり利益が全然違うと、同じ人気でも、じゃあこの会社買収してしまえばもっと大きくなっていけるとかっていう感じですね。じゃあ利益志向になることでそこの動き方が全然変わってくるっていうか、そうです、はい、そしたらこの2つの本って連動してるんですね。そうですね、まあ、考え方としては連動してますね。あ、分かりました。このとにかくやるべきことをやろうっていうことですね、はい、分かりました。よくありがちな話として、これも印象深かったんですけど、原因解消志向と、なんでこれがうまくいかないのか、ホワイホワイを問うて、その原因から変えていくって、まあ、いいことだと思うんですけど、それをやりすぎると良くないというか、はい、対照的なものとして最終目的逆算思考っていうのが書かれてましたけど、はい、これどういうことなんですか。これですね、あの、うん、まあ、あの本にも書いた例でいくと、うん、例えばあの、A 地点、まあ、ある、まあ、スタート地点からこうゴール地点に行くという話があったとした時に、うん、コースが ABC の 3つがありましたと、うん、じゃあ全てが、岩で、塞がれていましたと、うん、で、その B の岩が一番小さかったので、ここを通っていこうとした時に、
まあ、一番小さかったけどもこの岩を動かせなかったと、うん、だからまあ行けなかったってした時に原因解消思考で考えると、スタートからゴールに行けなかった原因は、まあ、岩を動かせなかったからだっていうふうになって、うん、じゃあこれを解消していくためにどうしようっていうふうになった時にいや筋トレしようとか、はい、もしくはチームを組成していこうみたいな話になっていくんですけども、うん、最終目的逆算思考で考えると、この目的はB の岩を動かすことではなくて、スタートからゴールに行くことなんだよねって話だった時に、まあ一回 B の岩で塞がれたっていうことはあったと、まあ、それはそれとして他のいい生き方ないんだろうか、じゃあ行ったことある人に聞いたらどうなんだろうって聞くと、行ったことがある人に聞くといやヘリコプターで行ったって話になってくるとっていうふうになってくると、まあ、さっき僕の説明の仕方をすると A と B と C のルートがあってっていうふうに言うと、ほとんどの人が多分それを使っていかなければいけないってみんな思考が固定されてるんですね、はい、ヘリコプターで最初言ってないので、うん、でも実は自分が今目に見えてるのって たまたま目に見えてるだけであって、実は全然違う方法っていうのがあったりとかして、それを過去に実現した人っていうのは全然違う角度でやったりするっていうところなので、それだったらもうヘリコプター、例えばじゃあ、チャーター代確認すると3万円ぐらいだったりすると、うん、じゃあなんか筋トレするよりも3万円アルバイトで稼いでヘリコプターチャーターした方が早いよね。これがまあ最終目的逆算思考ってところで、うん、何かうまくいかなくなった時に原因を考えるんじゃなくて、そもそも何したいんだっけ、うん、でそれに対して最短の方法って他にないんだろうかってさっき考えるっていうのがまあこう最終目的逆算思考の考え方ですね。あ、なんかこれもなんか受験勉強的な考えに馴染んじゃうとちょっと苦手になっちゃいますよね、はい、なんか条件を変えれないって考えちゃうんですかね。そうですね、よくあります。なんかまあ、うちの社員とか話してこれはこうこうこれ無理なんですって言ってきて、で僕がじゃあこうやったらいいじゃん、こうやったらできるんじゃないのって言ったら、あできます、えできるじゃん、なんでって言ったら、いやそうやればできますと、でそうやっていいって聞いてなかったのでって話したんですけど、そうやったらダメとも言ってはないじゃないですか。だから人って勝手に足かせを決めちゃってる部分があって、でそれを自分でパッと意識変えればこの人は本来できるんですね。それどうやったら変えれるようになるんですか、まあ、他人から指摘されるっていうのは分かりやすいですし、あと成功者に話を聞くっていう、まさしくそれもあるでしょうし、そうですね、でも、うん、結構意識するだけでよくて、この本って結構社内の研修にたくさん買ってくださる方が結構多いんですけども、うん、共通言語を作っておくと、うん、こう打ち合わせしてて、あこれ難しいなって言ってて、これさ最終目的逆算思考で考えたらどうなるんだっけとかいう話をすると、うん、それだけでボカーンとこう迂回できたりとかよくありますね。へえ、そうなんですね、はい、いやこれはね確かにできそうでできないっていうか、これ変えるだけで全然効率性が違ってくるますよね。結構癖づけですね、癖づけですね、うん、こういう思考トレーニングを結構若い時から学校とかでやっていくといいかもしれませんね。そうだと思いますね、はい、いわゆるクリティカルシンキングみたいなものに近いかなというふうに思うので、わかりました。原因解消思考は結構もうある程度、はい、なんかテーマが限定されてる時とかは使ってもいいってことですよね。もともとうまくいってたものがうまくいかなくなった時っていうのは何かが起きてたりとかするわけですよね。例えば、まあ、普通に、メディアをやっていて、もともとこれぐらいのビューがあったんだけども、落ちてきたってなってきた時にどこに原因があるか、これはやっぱり見ないといけなかったりとか、うん、いうところ でそこの、改善した後にじゃあこのビューを倍にするんだってなってくると、これはもう最終目的逆算思考になってくるって感じですね。ああ、した改善は原因であって、ちょっとこれ壁が大きいって時はまたこうやって逆算思考で変えていくみたいな、はいはい、使い分けですね。そうですね、はい、よくわかりました。その意味でもやっぱ壁っていうのは一つの大きいテーマかなと思ってですね、ですね、はい、やっぱ印象的だったのはあなたに今のあなたの超えられる大きさでしか壁は来ないっていうことをおっしゃってたじゃないですか。これやっぱり壁ってものをどう捉えていくといいんでしょうかね。は壁っていうのはもうほぼ成長のため の、うん、高さが高い階段ぐらいの感じですね。多分まあ人にもあるかもしれないですけど、うん、皆さんまあ多分生きてきた中で壁を感じたことがあると思うんですけど、うん、まあ多分今壁を乗り越えたから今があると思うんですけど、うん、結構その時の壁ってあれがあったからこうなってる部分って結構あると思うんですよね、うん、っていうのを今から考えるとあれ壁では実はなくて、うん、高い階段だったんだっていうやっぱ思うんですね。ちょっと大きめのこれまさしくここに書いてるってことですよね。
なのでこういう考えがあると壁をちょっとあんまり高いものと考えすぎないってことなんですかね。そうですね、何度かこういうのを経験してくると、うん、もちろん壁に当たった時おーって思うんですね、うん、嫌なことが起きたなとは思うんですけども、うん、それが結果的にいいことにつながったっていう経験を3回も4回もすると、うん、壁が来た時に、まあ、嫌だなと思いつつもあでもこれでまた成長するんだなっていう感じで思うので、うん、だんだんこう楽しめるようになってきたって感じですね。そうするとなんか他人はこの人は乗り越えられると思って差し上げてる壁が、はい、その人はもう自分はこんなの絶対無理だみたいな感じで、はい、自分を過小評価しちゃうっていう方結構多いと思うんですけど、はい、そういう場合でも本当は乗り越えられるかもしれないっていうふうにちゃんと励ましてあげればいいんですかね。そうですね、うん、何のためにそのまず自分が乗り越えないレベルの壁って絶対来ないので、うんまあ、それこそ10億の借金を抱えるって絶対ないですよねって話になってくると基本的な壁っていうのはその相対的な部分で本来自分自身が乗り越えるべき部分だから、まあ、このタイミングで今来てるんであって、うん、今までそのずっとその壁を避けていても多分何回も来てるんですね。壁ってまあチャンスでもあるわけですね。そうですね、はい、その意味でもやっぱこの壁にどう取り組むかっていうのがこの一流と二流と三流の違いということで、はいうん、これ三流やっぱ逃げちゃうわけですね。そうですねなんかこう、うん、もったいないなと思いますけどね。これなんか二流これは分かるんですけど一流と二流の違いがまた新鮮で、まあ、乗り越えるだけじゃダメってことなんですね。二流ってことは、まあ、多分二流の人が乗り越えていくと、うん、これはどうも楽しいもんなんだって気づいていって一流になっていくって感じですね。そうなんですか。最初は多分楽しむ余裕とかないと思いますし、うん、うわーと思いながらなんとか乗り越えたなみたいな感じで、うん、でそういうのを3つ4つ乗り越えた後に後で振り返るとあれこれうちのビジネスモデルの成長とか僕の成長ってこの壁乗り越えた時にできてるなっていう風な気づいた時に一流になれるって感じですね。そうなんですね、はい、これもまさしく思考アルゴリズムのところ、ねはい、ただ一回壁を越えた後の楽しさを味わっちゃうとまあもう結構心理的なハードルもなくなっていくってことですね。分かりました、ありがとうございます。まあ、今回もまた思考アルゴリズムのいろんなきっかけを教えていただいたんですけど、まあ、よくある話としてこれ年齢って関係あるんですか。なかなか人間って年取ると変えられないみたいな話ってすごく多いじゃないですか、はい、その中で今リスキリングみたいな話もあったり、はいまあ、その意味じゃリスキリングだけじゃなくリアルゴリズムっていうか、はい、リマインドセットみたいなものもすごく必要ですよね、はい、年齢ってどうなんでしょう。でも多分うちの社員にもじゃあ実際じゃあ40超えた人間が劇的に変わることは実際あるんですよね、うん、でやっぱり、さっきの、ピッパの法則だったりとか、うん、後でじっくり考えない法則とか、うん、すぐできるやつを結構やるっていうだけで、うんまず、仕事が早くなる、うん、で早くなるとどうなるかっていうと時間が余り始めるんですよ。はい、うん、で時間が余り始めると結構その他のことやりだしたりとかしていくので40超えた人とかでもその劇的な部分っていうよりはそのスピードを上げる早くするっていうだけで結構かなり変わると思うんですね。そして余裕ができるとまたなんか新しいものが入ってくる、はい、まずは余裕作るってことですね。そうですね、はい、効率化によって、はい、分かりました。ということで今回はですね仕事であるとかあと一流と二流と三流の違いについてお伺いしました、はい、第3回目もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ミスが多い人の特徴って自分がミスが多いってまず気づいてないっていうのが一番の特徴ですね、はい、自分がミスが多い人なんだっていうのを認識するとかスタートで、でここが実は一番ハードル高いんですよね。あなたのレベル感の気をつけるっていうのではなくてあなたから見た異常なぐらいやってそれが多分世間の普通なんでっていうところでこうやっていくんです。ビジネス書を読みまくってる人とかっていますけど、はい、意味あるんですかね。ビジネス書に限らず本とかはとにかくあらゆるタイプのものを見ていろんな観点とかを見ていって自分自身をこう形成していくっていうためのツールとしてすごくビジネス書って大事かなと思いますね。誰かの信者になるんじゃなくして体験を仕入れながら、はい、そこで自分のハイブリッドを作っていくと、はいはい、まあ、インターネットの検索エンジンってこんだけ何でも調べれるのに多くの人って全然調べないままやるんだなっていう感覚を持ってます。我々自身ももちろんシミュレーションしながらやってはいるんですけどもやっぱりこのシミュレーションが崩れた時のセーフティネットっていうのが必要だっていうのでそこでやっていくと、まあ、絶対に失敗しないビジネスモデルが組めるわけですね。